二人パパ。ゆで卵。あ、そうね。そうだよね。確かに確かに。それはとっても便利だね。飲み放題でガンガン飲んだり。うん、おお、ロンドンよりひどいもんね、最後に。日本の伝統的なもの。おお、なるほどね。いやー、帰りたくなっちゃった、こんな話したら。二人パパ。シェナということで、二人パパのミッツンと、リカーです。はい、あ、よろしくお願いします、前回のトーク動画と同じ服でそのまま撮っております。ということで、今日の動画はですね、日本に10年住んで、もう10年ぐらい、立ったかな、でも日本を出てね、ちょうどに立ったけど、そうですね、はい、デカパッパがこう日本のことを恋しいと思う5つの時、うん、というテーマでお話をしていきたいと思います。まあね、ずっとご覧いただいている方はご存知だと思うんですけど、もうリカパッパね、ずっと日本に長く住んでたので10年以上は住んでたし、まあ、ずっと日本語も喋れるし、日本のこと大好きだしっていうこと で、まあ、でもどういうところが好きなのみたいなところもよくね質問でいただくんですよね。こうライブやってたりとかしてもこう質問いただいたりとかもするので、リカパパに聞いていきたいと思います。二人パパ。さあ、ということで、まず一つ目、何かありますか。今日は5つ言ってくれるって言って、う、ね、もう用意してくれてるんだけど、うん、まあ、もちろんそれなんかいろいろあるよ。友達がそこにまだ住んでる。ああ、そうだね、うんうん、なんか和食がとっても好き。あ、そうだね。でも和食はよく家、スウェーデンの家でも食べます、ね、まあ僕が作るからね。まあでもそう、和食でも先に言っちゃったね。じゃあ5つの中に入ってないのか。まあいいや、じゃあ何から始まる。うん、どうぞ決めてください。あ、まあやっぱりコンビニ。ああ、海はスウェーデンにあんまりないです、ね。ないね。ちょっとショスクって言って、キオスクか。キオスク、ショスク的なものはあるけど、うん、何がやっぱいい？コンビニの。もちろん24時間で営業して。ああ。まあ、その、なんか、結構、なんかいつも同じプロダクトがあるでしょ、うんうんうん、だから、まあ、好きなお弁当とか、はいはいはい、おにぎりの結構バリエーションがあるでしょ、うんうんうん、まあ、あとは野菜サラダとか、まあ、フレンズとゆで卵。あ、そうね、そうだよね、確かに。それはとっても便利だね。なんかちょっとタンパク源取りたいなとかいう時、そうそうそう、選べるっていうのがいいよね。そうそう、いつにしても、はい、おにぎりとゆで卵と野菜サラダね、うん、結構健康的なミールも。スウェーデンだとスーパーマーケットとかでそういうちょっとデリのコーナーとかはあるけど、なんかすごいいっぱい買わなきゃいけないとか、なんか一人でちょっと小腹が空いた時な、小腹が空いたなっていう時でも、小腹が空いたなっていう時でもちょっとそういうのを買って食べれるし、それが結構野菜もいっぱいで健康的だったりとか。そうね、うん、確かにそれはあなたぴったりだね。うん、それだったらまあ夜中2時に何かご飯を食べたいならまあピッツァとハンバーガーしかないかな。お店もでもやってないもんね。まあガスステーション、はい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 、ホットドッグス、はい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 、そうだね。スーパーマーケットでもそういう簡単な食べれるあったかいものって言ったらホットドッグぐらいだもんね。うん、うん、それ以外ないもんね。確かに確かに。でもあとさ、なんかコンビニはさ、日本のコンビニお酒買えるのいいよね。あ、それはとてもいいね。うん、なんか逆になんかいいのって思っちゃう今。スウェーデンだとこう専売なので、決まった時間、決まった曜日に決まった場所でしか買えなくて、スーパーとかコンビニで売ってないんですよね。なので、まあコンビニないけどね、だから好きな時に買えるっていうのはちょっといいなって思ったりする。そうね、うん、なんかさ、逆にさ、そうやってすぐ買えないからいいって思いきや、みんなさ、めちゃくちゃもうケース買いして家に置いとくわけじゃん。いつなくなるか分かんないから、ね、だから逆になんか家にこうストックしない方が、好きな欲しい時だけコンビニに買いに行くとかの方がいいような気はするんだけどね。うん、そうね。なんか日本で例えばあんまり、まあ、予定なしで友達と、ああ、まあ、じゃあ家でちょっと一杯ぐらい飲もう、ああ確かに、時はなんかコンビニで買って家に。ああ、そうだね、なんかちょっと途中で買っていくわみたいな、うん、でつまみもそこで買えるしみたいな。俺もあとコンビニはこう夜中にちょっとフラッとしたい時に散歩に行ける場所って感じなんだよね、うん、ほらここさ、散歩行く森しかないじゃん。
いや森もいいんだけどさ、なんかちょっとこう一つ目的地があって帰ってくるといいなって思ったりなんかします。じゃあ続いて2つ目の2つ目はまあよくコンビニでお酒を買って、うんうん、どっかに行くでしょ、うんうん、公園とか、うん、まあ、あとはお祭り、うんうん、その2番目はお祭りです。おお、なるほどね。お祭りでもビール売ってるしね、確かにね。そうですね、でもコンビニの方が安いそうそう、確かにコンビニで買っていこうみたいな、よくみんなこうぶら下げていくよね。でしかもなんか飲みながら歩いてても言われないしね、日本は。そうですね、うん、こっちだと路上とかで飲んでるとあんまりダメだけど、うん、あ、なるほど。でもお祭りいいね、確かに。そうですね、とても、まあ、人が多いでしょ、みんな集まって、うん、なんか僕はよく友達と一緒に、うん、行ったりあそこで飲んだり、うん、しました。とお祭りはとてもにぎやか、うん、ちょっとうるさい、うんうん、なんか音楽とかすごいカラフルで彩りのなんかみんな、なんかマスクとか。あ、お面ってことね。お面。今俺マスクって言うとこっちになっちゃう。あ、違う。まああと、まあちょっと日本の伝統的なものが多いでしょうか。浴衣。日本に夏の時期に行くのが好きなのそれだよね。やっぱ夏の方がお祭りいっぱいあるから。うん、2年前に帰った時もお祭り2回ぐらい行ってんじゃん。行ったね、うん、2回ぐらい行ったし、さ、リカがさ、うちの親に初めて会った時、うん、ちょうどさ、お姉ちゃん家、あ、兄貴の家か、兄貴の家の近くでちょうどお祭りがある日だったっていうのもあって、みんなで家族全員でお祭りに行って、なんか美味しいもの食べたりとか、うん、で結構俺知らなかったんだけどさ、結構俺の生まれたところの近くなんだけど、出汁がすごい有名なお祭りだったのね、あそこ、うん、だからすごい提灯がバーってあって、からくり人形が出てきてみたいな、そういうのがあるお祭りで、すごい俺も印象に残ってる。そう、うん、あとはパレードやってるでしょとか、和太鼓、あ、和太鼓とか、うん、うんうんうん、祭りが楽しいよね。楽しい、うんうんうん、また行きたいね。まあ今日本もお祭りとかがさ、コロナでなかなかできてないっていうのは聞いたので、あ、ね、多分日本の方ももうなんか早くそういう風になりたいなって思ってるかと思うんだけど、まだなかなかね、ちょっと難しいのかな。確かに、また旅行できるようになったらね、ぜひ行きたいなと思います。うん、じゃあ続いて次は3つ目は郵便の話かな。郵便、郵便、うん、あ、はい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 、宅配便とか、宅配便、小包とか、宅配便、うん、宅配便はきちんと届く。いや、それマジで俺も思う。ロンドンより広い、ひどいもんね、スウェーデン今。そうね、まああんまりスウェーデンの文句はしたくないけど、まあちょっとね、うん、日本と比べられない。そうです。なんか10個さ、宅配便があるとしたらさ、半分はさ、トラブルがあるよね。なんか遅延とか、あとどこ行ったかわからないとか、まあうん、まあでも本当に、うん、そう、日本便利。まあよくスノーボード旅行とかそうした時は、うん、まあ時々いた、はいはいはい、なんか送って宅配便で送って、うんうん、あったね、そういうサービス。なんかだから電車とか乗るときに持たずにね、行けるし、うん、しかもそれがちゃんと確実に届いたりとか、ちゃんといつまでに届くとか、なんかそういうところもすごいきっちりしてるなっていうイメージはあるね、うん、もう絶対そんなのスウェーデンじゃできないもんね。新しい板を買わなきゃいけない、ね、そう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 Broken here, and it's broken all here. まあでもそれはちょっと次の話になるね。このスノーボードの板とか。あ、何、4つ目ってこと？4つ目、はいはいはい、そうそう、4つ目、うんうん、4つ目は、まあ、日本語板とか。あ、何、4つ目ってこと？4つ目、はいはいはい、そうそう、4つ目、うんうん、4つ目は、まあ、日本の視線がいっぱいです。
おお、うん、なるほどね、うん、まあもちろんスウェーデンも森とかいっぱいあると そうそうそう。でも日本はとっても綺麗な山とか森もよく行きました。ハイキングとか山登り、うん、うん、そうだね。友達とスノーボードももちろんできました、うんうんうん、冬は2週間1回ぐらい、いや毎週末行ってた、毎週末ハイキングは結構よく夏に月に行った、ね、よく一緒にも行ったよね。いやでも確かになんか北欧に住んでますみたいな、スウェーデン住んでますって言うと、いや自然がいっぱいでいいですねって言われるんだよね。まあストックホルムとかでも確かにこう緑が残されていて、日本の東京とかとピンポイントで比べたら、うん、確かに東京ってなかなか緑が少ないなとかって思ったりするけど、でもさ結構自然にさアクセスできるじゃんすぐ、うん、なんか東京とかでも都心でもさ1時間乗ったら高尾山に行けたりとか、ね、高尾山よく登ったもんね一緒にね、うん、そう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 、だからそういう意味では確かに日本も自然がいっぱいだよね、うん、まあでももちろんスウェーデンはいっぱいあります。スウェーデンもとっても素晴らしい、うんうんうん、いやスウェーデンの山とかね、山登りとかハイキングもすごいだと思いますけど、うん、まあ日本もすごい、うん、そうだね。冬はスノボで夏はハイキングで、よくあの高尾山からどこだっけ、のこぎり山とかさ、うん、そうです、あ御嶽山か、そうあれはそう御嶽山、まあそうね、歩けるけど、うん、結構あの奥多摩の方とかから攻めていくパターンもあったよね、うん、なんかいろんなこうトレイルがいっぱいあるし、なんかあの登山のさよくトレイルの載ったガイドブック持ってたよね。あ、すごい、あれをこんなの持ってんだと思って最初びっくりしたけどね。そう、でもそれその時期あの会った時は僕はトレイルランニングとかそれをやった、あそれはちょっと前だったかな。あでもあの道具は持ってたよね確かに、うん、あの水をさこうやってしょってこっからストローが出てきて吸いながら走るみたいな、山 山の中あまり良くない。あ、本当、そうそう全然なんかあんまり美味しくない。あ、そう、まあプラスチックの味するプラスチックの味でした。うん、まあでもトレイルランニングをやった時はあの高尾さんは、まあ、毎週末行ってた。行ってた。まあ毎週末ではなかったけど。うん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 、でもいいよね、だそういう意味ではいいと思う。なんかスノーボードとかもさ本当電車ですぐ行けたりするからアクセスがいいよね。都会に住んでるけど週末は自然になんか触れ合えるみたいな、なんかそういう印象があるかな。名古屋住んでた時もやっぱ岐阜長野とか結構アクセスしやすかったから車で、うん、あのスノボとか行ってたけど僕も名古屋の時から。いやでも確かにいいポイントだねそれ。じゃあラストポイント、次そうだね、5個目だね、はい、5個目、次そうだね、5個目だね。5個目の発表どうぞ。5個目はなんだっけ、居酒屋。あ、はいはいはい、居酒屋ね、はいはい、5個目は居酒屋です。なるほどね。なんかさ最初これ5個発表する前にさもう和食って言ったからもう食べ物出てこないかと思ったらなんかピンポイントで居酒屋なのね。うん、まあ、なんで、まあ、居酒屋は、まあ、美味しい日本料理、美味しい和食は食べるでしょ、うんうんうん、なんかすごいセレクションが多いでしょ。あ、確かに確かに、こういっぱい取ってみんなで少しずつ食べれるみたいなのあるよね。そうね、うん、それが楽しい、みんなとシェアして、うんうんうん、何が一番好きだった居酒屋メニューで行くと、食べ物で、あ、なんだっけ、そのちっちゃい魚、なんだっけ、シシャモ、シシャモ、そうそう、シシャモマヨネーズと一味、はいはいはい、一味か七味で、うん、確かにいいねいいね、七味食べたいな。まあホッケとかなんか結構魚が好き、ホッケいいね、うん、そうだね、ホッケいいね。いやー居酒屋のホッケ食いたい、うん、あと俺名古屋だからやっぱり手羽先かな。ああ、まあ、名古屋にいたら手羽先食べたくなるかも。そうね、まあ唐揚げとかいろいろ、なんかトマトサラダそうだね確かになんかちょっとさ洋なものから和なものまでもう何でもあるって感じがするよね。その居酒屋で、うん、なんかちょっとリチュアルがあったでしょ、うん、なんかみんな居酒屋に入ってなんか靴を脱いで座敷ね、そうそう
あの部屋まで行って座りますでしょ、うんうんうん、その次あんまりなんかみんな「いや何を飲みたい」とかなんかすごい悩まないでしょ、うんうん、みんな「ビール?」とりあえずビールとりあえずビール確かに居酒屋だとさ大概ビールだよね、うん、もうなんか一発目はさこれっていうのが大体みんな決まってないじゃん。ビール飲めない人はさ何か違うものとかはあるけど、なんかだから早くていいよね。そう、うんうん、なんかこっちで確かにレストランとか行くと結構みんなこうやっていっぱいメニューがあるから、なんかって分かる分かる、そう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 、あーまあもうもう早くとりあえず一杯目飲もうよみたいな分かる分かる、意外とせっこちで。いやでも確かに。じゃあ何飲んでた、よく居酒屋で。なんか好きなものあった？いや好きなもの多分ビールだっけ。ビールはでもビールはそんなたくさん飲めないだよね。だからなんかあとでこれとっても美味しい、あのなんかグレープフルーツナンバー絞りあったんじゃない、自分でグレープフルーツを絞るでしょ自分、はいはい、半分にカットされて絞って入れるっていうチューハイね。僕は多分そのグレープフルーツ、グレープフルーツさんもね。あでも確かにそんなイメージあるかも。いや確かにフルーツがちゃんと入ってる、だからフレッシュネスなんでしょ、なんか健康的、なんかこうあまり人工的なさ香りとか味がさ嫌だって言うよねいつもね。でも多分甘くないから。あ確かに、うん、あでもそうだね、こっちでさそういうカクテルっぽいもの飲むとさ結構甘いことあるよね、ジュースを使うから、うん、でも確かにそうかも。あんまり甘いコクテルはあんまり好きじゃない、うん、俺もあんま好きじゃない。やっぱチューハイいいね、飲めちゃうしね。たまに居酒屋で、ま、もちろんウロンハイでも、緑茶ハイ、あー緑茶ハイもいいね、美味しい。あとさウコンが入ってるのもなかったっけ。それは後で。あそれはそれはウコン、ウコンの力よくご存知でそうだね。あ居酒屋行きたいな。なんか特別好きなさ居酒屋のチェーン店とかあった？覚えてない、うん、でも覚えてない、うん、あそこよく行ってなかった。桜水産よく行ってたよね。あああのグループ、そうそう友達という、そう、うん、でもさあそこ桜水産だと一人で行ってもさ定食っぽく食べれるじゃん。そうね、それはいいね、うん、あれすごい良かった。魚好きだし、うん、あなんか今急に思い出したあの西新宿のあたりにあった桜水産によく行ってたなと思って、うん、初代に住んでた時ね。いやまあ学生の時は、まあ、もちろん交換留学生した時は、うんうん、仙台の時とか、うん、なんか飲み放題でガンガン飲んだりとかしたでしょ。話したら今思い出した、あの下田行った時、そこであの寿司とか魚の居酒屋もあった、うん、ああそうだね、寿司の居酒屋でもあった。でも魚がよくある。確かに確かに美味しい、ね、居酒屋もさ、まあ、そういうさローカルの居酒屋いいよね。そうそうそう、あのチェーン店じゃないなんか地元の居酒屋さんとか行くと、うん、結構その土地のもの食べれたりするから確かにいいね。いいね、そうそうそう、うんうん、その下田行った時金目の煮付けとかさすごいよく食べてた気がする、うんうん、いやー帰りたくなっちゃった。こんな話したら次はいつ帰れるでしょう。確かに確かに、いやー帰りたくなっちゃった。こんな話したら次はいつ帰れるでしょう。まだちょっと難しそうだけど、まあ来年になるんでしょうね。うんそうだね、また日本に行った時は皆さん優しくしてくださいよろしくお願いします。さあということで今日の動画はねこれぐらいかな。この話をして余計になんか帰りたくなっちゃって今ちょっと悲しい気持ちにはなってるんだけど帰れないから、まあでもその時をねちょっとこう夢見て頑張りたいと思います。ちょっと今度できるだけ居酒屋メニューを作ろうかと思います。じゃあ家であじゃあこのアスパラベーコン、あアスパラベーコン、はい分かりました。アスパラベーコンなら作れます、こっちにあるもので。あとあの酒屋さんで焼酎が最近なんかオーダーできるようになったって聞いたので、ああちょっと今度居酒屋さんごっこしよっか。うん、そしたらそれも動画にできるかもしれないしさあまあそんな感じでね、あの今日の動画は終わりたいと思います、はい、まあ本当皆さんあのチャンネル登録それから高評価ボタンの方ぜひよろしくお願いします。あとコメントでもねあのたくさんいつも読ませていただいてあのとても励みになってます。あのぜひ何か書き残して言っていただけたら嬉しいです。ということで今日の動画はここまでになります、最後までご覧いただきありがとうございました。ではごきげんよう。ヘイドー。